こんにちは。もう今年も終わりですね。みんな風邪ひいてませんか？寒いし。今年は本当にいろいろありました。ね、YouTube 始めて、11月で1年経ちました。でね、まさか始める前はこんなにたくさんの方に見ていただけるとも思ってなくて、本当、まあ自分の記録にいい思い出になればいいかなと思いながら、なんとなくで始めた YouTube がね、こんないっぱい見ていただいて、コメントもいっぱいいただけてびっくりです。本当皆さんありがとうございます。本当びっくり。皆さん優しくて、ライクボタンとかコメントとかいっぱいいただいてすごい嬉しいです。ありがとう、ありがとう。嬉しいもんね。嬉しいって言ってるよ。で、初めて上げた動画が11月14日だったかな。なのでね、ほんと最初の頃はひどい頭してましたが、無事ね、ナコも生まれてきて、すごいいい1年でした。そう、めちゃくちゃ楽しかったな。妊婦中もすごい楽しかったし、生まれてきたらね、もう毎日楽しいし、幸せな1年でしたね。悪いことがなかったかも。なかった、やった。すっごい1年でした。大丈夫？皆さん1年どうでした？今年は2016年で、私は明日から新潟に帰るので、ちょっとね、年明け動画出せるのが遅くなっちゃうと思うんですが、また来年もよろしくお願いします。あ、ずっとこれいい感じだった。ユニクロのモコモコ、あったかそう、気持ちいいね。ちょっとね、人見知りが始まっちゃったっぽいので、実家帰ってどうかな、ちょっと不安があるけど、楽しんで帰ってきたいと思います。泣かないといいけどね。でもしょうがないもんね、人見知りはね。そうで、人見知りで検索したら、結構長いこと人見知りってするんですね。1歳から2歳とか書いてあって、そんなにと思って、そんなに長い間泣くんですか。ちょっと大変そうだとね。え、みんな結構ね、声かけてくれたり、会うとね、抱っこしてくれたりするので、その度泣いちゃうとね、なんか。でもやっぱりね、すごい興味はあるみたいで、この間クリスマスプレゼント持ってきてくれた友達にもすごい泣いちゃって、でもその人がこう私と喋ってたりテレビ見てたりすると、ナコの方を見てないとやっぱすごい気になるみたいで、もうじっと見てるの、こう。で、その人がこうナコを見るとプイって。ほんとなんか分かりやすい感じの人見知り。で、抱っこされると泣いちゃうしね、完全な人見知り、ちょっと早いですね。今思うとどうだろう、4ヶ月からありました。5ヶ月なる前からそうだったから、ちょっと早いんだと思う。早く始まるから早く終わってくれればいいんですが。まあのんびりとね、行きましょう。じゃあ皆さん、あと少し2016年楽しんで、来年もいっぱい楽しみましょう。それでは良いお年を。バイバーイ。あれ。バイバーイ。